撃まあ散歩突撃まあ散歩さあもうね今日も一人なんだ実は。な懐かしい電話ボックスから、まあ今日自動ドアじゃないんだね。閉めとこな。ナシルに電話したんだけど取らないんだよな。今日もしょうがないから一人で行くか。ちょっとはべられてますねということで今日はねオルクに来てるんですけど、ここ結構通ってて気になるちょっとお店があるんだよね。そこのぜんざいがすごくちょっと美味しいっていうことを聞いて、今日はちょっとそこへ行こうかなと思ってます。早速ちょっと突撃で、本当に突撃だけど大丈夫かな。行って行って大丈夫かな。あ、こんにちは。だろうね。弾んだ聞こえてました、外まで。そうなの、そうなの。だろうねと。いやいや、本物って言われてましたね。本物。そうなんだよ、よく聞いてくれ。ああ、そうなんですよ。奥田さんなんですよ、空間に。いいね、名前がいいね。ちょっと早速行ってみます。はい、いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。はい、うわ、イエーイよく出る。いろいろちょっと種類は準備してるんですけど、一番出るのはやっぱきなこの黒蜜トッピング、黒蜜きなこクリームになりますから。めっちゃ甘い。僕甘いの好きで。はい、本当ですか。本当ですね。これが一番人気になります。あ、そうなんですかきなこクリーム、ほら黒蜜トッピングするとこう、そうですね、長いくなる。はい、次がコーヒーか抹茶かって感じですね。コーヒーか抹茶。抹茶。はい。なるほど。キャラメルクリームってのですね。手挙げてる人がいるんだけど、むしむしむしね。じゃあキャラメルクリームと、キャラメルクリーム。はい。クロミストッピング。クロミストッピング。このきなこクリーム。はい。ありがとうございます。サイズがお選びいただけます。これね、皿も選べるそうですよ。はい。この店クガニなので、うん、黄金、クガニで、金色でいろいろと。なるほど、クガニ。そうだね。黄金と書いて。そうです、そうです、そうです。クガニ。すごいな。じゃあ準備いたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちください。突撃まあ散歩。ありがとうございます。見てこれ。すごい。氷はどんな感じですか。氷もね、どうか、口に入れたら外で、うん、めっちゃ美味しい。これがちょっとね、やっぱりさっきほら、これクリームぜんざい、ここがクリームになってる、上の方が。だね、このきな粉とめっちゃ合うね。このクリームは自分でやってるんですか。すごい、ソフト豆乳で作ってあるクリームなんですよ。あ、その豆乳なんですか。生クリームみたいですけど、豆乳なので乳製品とか一切使ってない。さすが。ありがとうございます。美味しい。アレルギーがある子もいるから、とっても美味しいよ。うん、はい、どうぞ。ありがとうございます、うん、あ、僕が取ってきてあげるね。ありがとうございます。キャラメルですね。トッピングしてます。あ、うん、これがキャラメル。豆がトッピングです。はい。まずキャラメルがね、こうかかってるところちょっと食べてみます。キャラメルかかってる。うん。キャラメルだ。そうじゃないか。おいしい。いや、このキャラメルの甘さもいいね、すごく甘い。これとまたちょっと
このぜんざいのこの小豆と一緒に食べると、いける、これ当たりかも。ちょっとこのクリームも、キャラメルがかったクリームもちょっと食べていい？もうちょっと食べてみよう。いってみます。クリームおいしい、すごくクリーミーだね、濃厚だよ。これいきます。下にさ、餅があるの。餅、餅ちょっと食べてみよう。これこれ、餅、いただきます。柔らか、おいしい、餅。硬いところがないね、すごく全体的に噛み応えがある。なんか柔らかい、おいしい。ありがとうございます。突撃マーサンポ、マッチ食べた。ありがとうございます。こっちの前菜すごく美味しかったね。美味しかったですね。もうなんかね、こだわりがすごく感じられた。こちらのマーサンポステッカー差し上げたいと思いますけど、ご主人いらっしゃいます。どうも、美味しかったですよ。良かったです。ありがとうございます。すごくこだわりになってます。いや、でも言われなきゃ、僕あのクリームは普通のクリームかなと思って、うん、こうメレンゲみたいな。豆乳の臭さもそんなないですからね。全然ないですよ。豆乳が苦手な方でも食べやすいかなと思います。さすがでございます。なんかさ、なんかちょっと思ったんだけど、エグザイルの武田さん似てない？イケメンじゃん。ものすごいいいよく言ってくれますね。かっちょいい。とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。で、こちらのマーサンポステッカー、あっちこっち回ったんですけど、はい、これ差し上げます。ありがとうございます。面白かったらその目指すところ、はい、貼らせていただきます。あ、そうですか。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにそう。いや、どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、また寄せてもらいます。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、というわけで、久我里さんね、ぜんざい、まあ久々のぜんざいかな。やっぱりこれからちょっと暑くなってくるからさ、沖縄ってね、ぜんざいっていうのすごくね重要があると思うんだよ。ただこちらのぜんざいまたすごくこだわりがあってさ、美味しかったね。豆といいで、その上にある豆乳のクリーム、ね、またほら牛乳とかそういう乳製品使ってないっていうのまたすごくいいよね。あの美味しさが出せるなんて、氷も良かった、ふわふわ感があって全てよし。というわけでこちら、おろくのね、住所は上原になるみたいね。うん、ということですね、こちらの、くがにさん、お越しの際はお持ち帰りの新風口もあるんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はこんなところかな。はい、登録とね、コメントがあれば嬉しいです。よろしくお願いします。